車も3、4年生 OK だから、こいつらなんかに負けてらないってみんな思ったらしいですよ1回目の時ってもう急だったから、うん、どこまで手をつけていいのか。吉野部さん変わっちゃったよ急にっていうのも言ってるのいっぱいあると思いますよ、ね、球団に言えなかったんだから。まあ言えなくはない、それ言えなくはないですけど、なかなかね通らなかったっつって大学時代はじゃあその非常に楽しい大学ライフを。そうですね、僕らはよくその僕らの同期とか上の方たちの大学時代の話とか、ねうんうん、たまに耳にすると結構なんていうんですかね言葉にしづらい。いやもう楽しい合コンとかいっぱいあったってやつでしょ。違う厳しかったじゃないですか野球部の中で、はいはい、いろんな諸先輩の、うん、他の大学の話、そう例えば僕らヒサの話とかね、はい、いろいろ聞くと僕らはもう本当になんていうんだろうな今時ですよ。だから慶応高校のね今時。いやだからじゃないけどちょうど追いついてきたのかな。大学もそんな感じで、うん、本当に何て言うんだろう学校優先っちゃ優先ですし。エンジョイベースボールなんだよな。はい、だからそれこそね僕の同期とか後輩のやつなんかは当時の就職活動のタイミングっていうのは、うん、春のリーグ戦中なんですよ。はい、だ土曜日とか日曜日やばいとかやってましたよ。うんで月曜日なんか3戦目に行っちゃうとそのあれ就職活動なんて行けないで。いやいや3戦目行こうよあもう要するにもう連続で勝っちゃわないとダメだ。2連勝しなくて絶対やばいとか、うん、結構そういう中でリーグ戦やってたりとか、そうで学校でそのなんていうの必修があったらもう練習より学校優先だし、だからなんていうんだろうな本当に大学生っていう感じの、うんまあ、なんか満喫しましたよ。まあ俺高校出なんで別になんとも思わないですけど、はい、他の大学の、まあ、明治の人とか特に聞いたらムッとくるだろうね。だから言ってました、特に、まあ、独大学とは練習試合はねさすがに同じ授業とかしないですけど、例えば東都とか首都とかいろんなリーグなんかのチームとオープン戦やるときに慶応の大学に大体来てくれるんですよ、うん、なんかこれよくわかんないですけど、でもやっぱあれですよね、その僕ら当時車も3、4年生 OK だから、ここが違うんだよこれ、うん、やっぱりね。だから、まあ、全員じゃないですよ、持ってこれる人もいいですよってなってるから、うん、センターの、ね、バックスクリーンの裏に駐車場もあるんですよ、うん、でそこからその横を抜けてみんな何て言うんだろう、僕らもそうだしその練習試合に来た相手チームそこから何て言うんだろうグラウンドに入っていくから、みんなこいつらなんかに負けてらないってみんな思ったらしいですよもう完全に花形満じゃねえかそれじゃないよ花形モータースじゃねえ、オープンカーじゃないだろうね。さすがさすがオープンカー乗っててほしいんでそこまで行くんだったらね、さすがに違いますけど、でも、うん、本当にそのよくね久田とか、まあ、僕らの周りがねあいつらが僕らの学生時代ほらその試合終わったら僕が車でね、うん、本当に帰ってたの。帰んない人って寮が目の前だから、うん、遊びには行きますよ、うん、遊びに行くなんか用事があるんです用事用事があるんですよ、ねうんまあ、でもそのなんて言うんだろうな、試合終わってすぐとかはねヒサがね話を大きくしてるけど、でもあいつ練習終わってで車でどっかじゃあ遊びに行ったりとかはしてましたから。でもそれって別に、ね、僕らの中での決められたね違法じゃないし、まあ OK、なルールだから、はいうん、だから広沢さんなんかはもう本当に明治だよね、はい、それで他のやつらはもうみんな彼女がいっぱい来てて、はい、それでそのまま試合終わったら帰っていくっていうわけよ。俺らはその寮まで走らされたりだとか、はい、でそのまま帰ったら島岡さんがすげえ怒ってたとかそんな話ばっか聞くから、はいはい、慶応のやつらは全然違ったっていつも言ってたの。これ実際の証言聞けてよかった、ね、確かに、うん、その神宮のリーグ戦の時も、まあ、今はちょっと分かんないです僕らの頃って明治とか違った明治、早稲田、リとかあの辺はみんなバスで来るんですよね、はいはい、そうそう僕らは日吉から東横線に乗って、銀座線に乗り換えて外苑前で降りて神宮に行くんですよ。で試合日曜日、まあ、その日で勝って終わりましたってなると月曜日休みだから、うん、
そのままみんなあれですよね、どっか行っちゃいますもんね。まあでも本当それは本当車で来てオープンカーで、車線試合の時でも本当オープンカーで来て女の子乗っけてじゃあねっつって帰ってくってすっげえいいなと思うよね。なんか慶応はそれでいいような気がする。なんか慶応ってなんか違ってて、で今回やっとやっぱそれで勝ってなんかそれでいいじゃんって、髪の毛もサラサラヘアで、はいね、僕ね同じ県内の違う高校でね、遠いわけでやってて、うん、あいつは髪長くていいなかっこいいなと思ってましたもん。あ、まあ、その当時からだね、はい、だからまあじゃあちょっと慶応にも惹かれた部分があったから慶応に話が来た時にはすんなり慶応行こうと思ったんでしょ。あ、まあそうですね、そのまあその高校のねどんどん方じゃないですけど、まあ先輩たちがね行く学校の中で、あ、慶応いいなと思ってましたけどね。やっぱりこうやって一回撃破しちゃって今回優勝したじゃない、はい、これから慶応高校慶応大学行きたい人っていっぱいいると思う、出てくると思う。だから強くなるし、うん、やっぱりこういう話聞いて、俺らの高校時代も車で野球行ってたよって話が、ここで大学オープンカーで行ってて俺は花形満だったよって思ってたということをね、本当にいやもうそうなると思わない、だってなるよ絶対。だってみんなおかしいと思ってたと思うんだよ坊主頭だけど、坊主じゃなくてもいいんだと思って、うん、でもやっぱり勝たなきゃダメだ、あんなとここに負けないよねとみんな思ってやってたのに、昔はね、で負けちゃうんだよ、ね、そう昔はだってなかなかやっぱりそういう感じじゃなかったじゃないですか、はい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 、今はねだいぶなんね時代が変わってというか、そうか、ね、今の時代に非常にこうマッチしてきたってことなんだよね。そうでしょうね、うん、まあ高校たちがね、あそこの塾校が変わったんじゃなくて時代が変わったんですよね、多分ね時代が変わって慶応の時代に伝わってきたの、昔からな感じですもんね。いやーなんか俺も今もし選べって言われたら早稲田と慶応両方どっちかが来てるって言ったら俺慶応選ぶもんね。やっぱりなんかねイメージが早稲田出身の人申し訳ありませんが慶応いいですもん、ね、と思います。慶応ボーイって言われたい。嘘でもだから今回甲子園に集まった人たちは周りの人に分かんないけどね、多分みんな、いや俺甲子園で日焼けしちゃってさなんつって、なんどうしたのって言ったら、いやうちの母校の慶応が出てるからとか、ね、慶応ボーイじゃない人まで行っちゃってるような気がするんだよな。だからすごい熱い応援にも変わったと思うんだよな。まだ僕は甲子園行ってないですけどね、今回ね、さすがに嫌だった、嫌だったですね。いや、まあ、でもこの神宮はたまに行きますよ、大学の試合を見に行きますよ。大学の試合の時はどこで見るの。いや普通にスタンドで見てます。スタンド見てる、はい、帽子からかぶって。いやで、まあ、最近は何ていうんですか、ずっとマスクをしてたから、うん、この2、3年来年かだから、まあ普通にマスクしてるから全然何も気づかれないし、もうスカンティ、まあ、気づかれないというか逆にあれですね、知ってる人たちがいっぱいいるんで、うん、そこの輪の中に入って人を見せたりとか、はいはい、ね、先輩とか後輩とかいるんで。え、今いいのいるの。いますよ、大学もいます、います、4年生のキャプテンの子なんかは、あ、こドラフトかかりそうにかかるかもしれないんじゃないかって言われてましたし、うん、それこそね、今ちょっと怪我しちゃったのか、前田智則さんの息子さんとかね、おピッチャーでしょ。そうです、そうです、が今2年生ぐらいでいるのかな。どうなの、プロにかかりそうなぐらいまで行くの。どうなんでしょうね、今ねちょっと怪我してるんでリハビリ中ですけど、うん、楽しみなんじゃないですかね、すごい、はい、やっぱりそういうのをこう見に行くじゃない。そうするとちょっと自分がもしまた監督になったりしたらこういう選手取りたいなとかって、そういうスカウティング目線では取る、こういう選手取りたいな、自分がというよりもスカウティングの目線に近いものがあります。あ、この選手プロ行ったら面白いんじゃないかなとか、うん、っていう目で見てると実際行くじゃないですか、うん、そうするとね活躍するのもいれば、うん、やっぱりちょっと活躍できない選手もいたりするじゃないですか、はい、その後あ自分の目が合ってたなとか間違ってたなとかするんで、だから高校野球なんかもすごい見ますよ、うん、この子がどこに進学する、どこのプロに行くとか、そうするとなんとなくその後もずっと追っかけるじゃないですか、うん、そうすると自分の高校の時の見た時の、あ、この子はこんな感じが絶対こうなるだ、あんなのだと思うの通りになるのか、うん、なんないのかって面白いじゃないですか、
もうこれは今準備をしてるよっていう発言でよろしいですか。何ですか、ね、次の政権のあの準備をしてるぞと、まあ、いつ来てもいいよってことで。わからないですけども、やっぱり野球からね、やっぱあんまり離れないようにしなくちゃいけないなと思ってますね、うん、ですよね、はい、いやもう本当に、まあ、だからそれでいいと思うよ。だからちゃんとそういう視線で見てくれて、はい、ちゃんと、でも実際、まあ、今回、まあ、タイガースが、はい、まあ、優勝しそうじゃないですか、うん、まあ、するでしょう。でもなんかすっげえフォアボールが増えたりだとか、で岡田さんと俺会ってきたのこの間ね、はいはい、で実際フォアボールめっちゃくちゃ今年増えたじゃん。で何かあったんですかっつったら、いや俺はもうシーズン前にあのフォアボールをとにかく査定を上げろと、でフォアボール1個でも査定を上げる、うん、で7回8回9回の先頭バッターのこれフォアボール、これもヒットと一緒にしろと、査定を全部でフロントに全部言って、それでフロントを OK させたわけです。でこれをミーティングで選手に言ったら、これ絶対聞くじゃんみんな。そりゃそうですよね。もう顕著に今回、まあ、この時点で1位3位5位6位がタイガースの選手です。1位の大山はもう爆心中です。初球からカーンと打ってフライ打っちゃうような選手が今一番取ってるんですよ。これってすごいじゃない。すごいです ね、 ね、だから結局、まあ吉野も経験したと思うけど、ミーティングで俺は今年こういう野球やりたいんだ、フォアボールをちょっと取るような野球やりたいんだっつっても、最初のうちはやるかもしれないけど続かないじゃん。だけど査定も全部見直して、球団もこういうふうにしたしたからっていうのは、その開幕前にそれやらせたんだ、こういう結果になるんだよっていうことを聞いて、いやこれ岡田さんやっぱりさすが、まあ阪神でやられてオリックスでやられて、で今回、まあ、3回目じゃん。そうなると、まあ、どういうふうにしたらいいかっていうことが明確に出た結果だなと思うんで、まあだから経験がたくさんあるんで、多分それは大きいですよね。だからその査定とかフォアボールとかっていうのは結構なんていうんですかね、外国人選手とか結構あるじゃないですか。そこで来たんだって。急に外人ってそういえば査定でフォアボールすげえ高い査定してんだよねって言って、バンとひらめいたんだって。それで球団に3月にこうしてみねえかって言ったっていう話聞いて、まあこれがまああの吉野部政権がもし今後来た時のヒントじゃないんだけど、やっぱり1年1回目の時ってもう急だったから、なかなかやりたくこともできなかったところでパッと、まあね、どこまで手をつけていいのか変えていいのかもね、なかなか難しいですからね。 それとやっぱり自分と一緒にやってきた選手たちも急にいたから、はいはい、吉野部さん変わっちゃったよ急にっていうのも言ってるのいっぱいあると思いますよ、ね、だからやっぱり嫌なんだよね。やっぱりそこ気遣いながらの葛藤もあると思い通りできなかったっていうのもあるよね。まあやっぱりちょっとね、照れくさい部分もあったりとか。そうだよね、ありますよね、うん、吉野さん自分にやってないのによく言うなって思われてんじゃないかなと思うだけでもやっぱ言葉が緩くなっちゃうよね。そうですよ、そうですよ、うん、でも今回離れたからもうほとんどそういう選手たちが主力じゃなくなりつつあるじゃん、まあね、変わりつつありますからね、うん、もう強く言うところは言えるし、まあちょっとだから何て言うんですかね、その距離感は変わるでしょうね、うん、そのまあね、次またいつやられるかとかね、そうそうやるか分かんないですけど、うん、前回行った時との距離感、うん、あとは首脳陣でも球団との距離感も違うでしょうね。そうだ、もっと言えると思う。だって球団に言えなかったんだから、はい、まあ言えなくはないですよ、言えなくはないですけど、なかなかね通らなかったっつってそれ言えなかったみたいなこと難しいねとこありましたけどね。そうなんだよ、うん、だからやっぱりそういう部分では、まあもしこういう話がまた来た時には、はい、まあ、こういう条件でこういうことで僕のためにこういうふうに動いてくれるんですかっていうことをちゃんとね話をもらって、うん、で OK もらって、あ、じゃあ私サインしますってやればいいんだもんね。まあ
今後はまあね、そうなる、今どうなるかね、分かんないですけど ね、まあ、蘇学の時に本当話出てきた、ね、携帯の携帯の番号変えない、携帯番号変えない、 LINE も変えませんので、ね、変えないんで、いつもこの酔っ払うとこういう話になって、ではピッチングコーチでどうですかって言うと、臨時コーチでお願いしますマキさん、あの、ピッチングコーチは重いです、契約にうるさそうですあの選手のそれはね、フォアボール査定上げろとかっていう前に、自分の査定をいっぱい言ってそうだね